できたぞ、家族全員分。大変です。どうした？なんかね、ぎっくり腰なったことないけど、多分あと一歩でなるやつ。いや、危ないよ。こう今もうほんまに足、片足突っ込んでる、ぎっくりに。わかるね。ちょっとやばい。七夕どころじゃないよね。昨日さ、うん、トニーがなかなか寝なくてね、ずっとあの抱っこ紐でね、うん、寝かしてるんやけど、結構な長時間抱っこしててね、多分それかな。本当は今日七夕生配信したかったんですが、このざまですよ。さきちゃんの分の短冊あるよ。いや、そういうのじゃないから、短冊って。湿布じゃない、湿布じゃない、これ短冊、これ。湿布じゃないから。まさかトニーが生まれて初めての七夕に腰をやってしまうとは。ダメです。今日、今年は彦星さんと織姫さん諦めてください。あなたたちを合わせることはできません。この終わり間際に言われても。こっちまで来てたかな。でも天気も悪いしね。そうね、今年は解散という解散。あの、去年短冊に書いた願い覚えてますか？覚えてる。覚えてる。使った綿棒を直すなり。そう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 、俺ね。まあちょっとマシになったかな。うん、全く叶えてくれなかった。まあでも、あの、無事に子供が生まれますようにっていう願いは叶いましたよ。叶ったね。うん、そうよね。みんなで書いたもんな。みんなで書いたというか、りょうさんもロン君も歌詞も、うん、ね、みんなで書いて、書くか、今年も書くか。書ける？うん、ペンをください。できました。よし、今年の願いは腰が治ります。お願いします。一日も早くお願い。これを潰してください。分かったよ。よし、できました。できた。はい、平和。どういうこと？平和になるように。平和になりますようにって。世界が？世界も家も。なんかその T シャツ着てると深い意味があるように見えるな。すごいな、その T シャツ。全部。全部。そう。世界平和と家族平和。そうそう。大変な世の中だからね。うん。なんかその願いずるいな。何万能やん。何でもいけるやん。
よっしゃ、できたぞ、家族全員分。わーい、できたできた。ほら、トニー、初めての七夕だぞ。ほらほらほら、オッケー。幼稚園行ったらささみ飾るからバレるな。確かに。我が家の手に手抜き短冊がバレる。バレるな。みんな電気の紐に吊るしてると思われちゃう。さきちゃんの腰が治りますように。で、俺が平和で、トニーのやつも、寝返り返りができますようにトニーで、歌詞、朝だけじゃなく夜もチュールがもらえますように。で、インコの量産は、トニーの肩に泊まりたい量産型。よし、かけたな。かけたね。まさかの七夕やっちまうぞ。今年の織姫と彦星さんもソーシャルディスタンスでお願いします。あんまり近づかないようにお願いしますね。早く良くなってください。ああ、つらい。腰になるべく負担かけないようにするからね。すごい。会いに行きたいんだ。